テレンス・アレクサンダー・ジョーンズは、アメリカ合衆国、オレゴン州ポートランド出身のプロバスケットボール選手。ポジションは、パワーフォワード。いとこに、元 NBA プレイヤーで1996年の NBA ルーキー・オブ・ザ・イヤー賞のデーモン、スタウダ・マイラーがいる。オレゴン州ポートランドで生まれ育ったジョーンズは、小さい頃から、ポートランドトレール・ブレイザーズの試合を見るようになり、 バスケットボールを始めた。そして、ジョーンズは、地元のジェファーソン高校に進学し、オレゴン州のミスターバスケットボールに選出され、マクドナルド・オール・アメリカンにも選出された。大学は、ケンタッキー大学に入学。2年間プレーし、2012年は、アンソニー・デイビスや、マイケル・キッド・ギル・クリストラと共に、NCWA トーナメントを制し、全米制覇を成し遂げた。 ヒューストンロケッツ・ジョーンズは、デイビスらと共に2012年の NBA ドラフトに、アーリーエントリーを表明。18位で、ヒューストンロケッツから指名された。1年目は NBA での適応に苦しみ、奪っとる息も経験するなど、19試合の出場に終わった。2年目は75試合に出場し、平均12.1.6.9リバウンドを記録し、成長を見せたが、 3年目の2014から15、シーズンは、左足首の負傷やドナタスモティエユーナスの成長も、あり、35試合の出場に止まった。ニューオーリンズペリカンズ2016年7月13日、ニューオーリンズペリカンズと1年契約を結んだ。しかし、翌年2月23日に、デマーカスカズンズを獲得したことによる、ロースター枠の調整のために解雇された。 ミルウォーキーバックス2017年3月2日、ジャバリ・パーカーなど負傷者続出中のミルウォーキーバックスとシーズン終了までの契約を結んだ。しかし、そのパーカーの離脱後に快進撃を見せたバックスで、出場機会を得ることができず、4月1日に解雇された。中国へ2017年7月30日、NBA のチームとの契約先を見つけられなかったジョーンズは、 CBA のチンタを総方し、アイダマクラブと契約し、再出発することになった。サウスポーということもあり、オフェンスに独特のリズム感を合わせ持つ。ボールハンドリングも巧みで、パスセンスもなかなかのものがある。ディフェンスの方もリバウンドで強さを発揮するが、サイズ不足なのが弱点になっている。ありがとうございます。